次に上西小百合君。維新の党の上西小百合でございます。これまでも幾度か申し上げましたが、私が政治家になろうと志したきっかけは、我が党の橋本代表が大阪府知事に就任するや否や、それまでの政治家が手をつけなかった既得権益を打破し、そして規制緩和を進め、大阪が大改革を成し遂げた、まあ、こういった姿を見まして、地方の声なき声を集めて大きな声にする、まあ、それによって日本をよりよくしっかりと変えていきたい、こういうふうに思ったことでございます。まあ、安倍総理も先の所信表明で、岩盤規制改革、がんじがらめの規制の改革と、まあこういった表現を用いられ、規制緩和の必要性をるる列挙されていましたし、加えて総務大臣も一昨日党委員会で国民のための改革を進めると宣言をなさいました。ここで改めて総務大臣が国民のための真の行政改革、地方分権改革、これらの中のとりわけ行政の評価、監視について国民の立場に立って積極的に改善を働きかけると述べられた点について、もう一度具体的なご説明をいただければ幸いでございます。よろしくお願いします。高市総務大臣。この行政評価局が行っております行政の評価監視は、行政の現場での運用状況を調査して、その改善を図るものでございます。まあ、私の方から関係大臣に対して改善を求める、こういった位置づけになるんですが、私が所信的発言の中で国民の立場に立って積極的にと申し上げましたのは、この評価と監視について、まず結論として出す改善の方向性につきましては、常に国民の希望、利益を優先するという考え方に立つこと、それから調査すべき事項の選定、次回の調査で何をテーマに取り上げていくかということなんですけれども、これも国民の皆様のご意見を伺ったり、行政相談のあった事柄などに配慮するということでございます。ちなみに次のテーマのアイデアを今ホームページで募集している最中でございます。そして調査の際にも、現場における国民の皆様や地方公共団体など行政の相手方ですね、こちらの声にも耳を傾けて、その霞が関の独善とならないようにする、これをこういう考え方に立つことが重要である、この思いを込めて申し上げました。